から乾通りを散歩してきますよ。やっぱりなんかジロジロ見られるな。自分でパンダールジェットをかぶってるっていうのをすっかり忘れて、ジロ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 見られちゃうんです。馴染んじゃってるからただの萩隠しなんですけど、萩隠し。寒いかな。ジャンパー着ると暑いし、多分散歩してれば暑いと思うんですよね。どうしようかな。さっき行っちゃおうか、こっち。東京行きは散歩終わってから帰りがてらに寄りますよ。このグリコの格好した像は何かな。これは向こうにもあるんですよね。グリーンホーネットじゃないと思うんだけど。はい、金厚かな。金厚、金継ぐか、前田金継ぐ。はい、字面が書いてないです。はい、向こうのも見てみますよ。向こうは前じゃないですね。何の像かなと思って気になっちゃって。並んでるかな。乾通りの開門は10時なんですよね。10時。あの像が気になっちゃって。でもちょっと虫がいるよ。二人
像がありますね。あそこのビルの上にもなんかありますけど、こんがりはおっぱいが出てる。おっぱいがなぜかおっぱいが出てますよ。こっちは井上さんっていう人の像ですね。井上さん、井上まさるくんだって。井上まさるくん、見えないですね。カメラだと漢字が読めないっていうのもありますけど、じゃあ行きますか。こっちはまるっきり国鉄の本社じゃない内容の雰囲気ですね。まるっきり角張ってるから。ギャルが就職活動してるのかな。いいな、就職したいな。10年も就職してないよ。10年、どうしよう。10年、残り15万ぐらいしかないんですよね。冗談抜きで。じゃあ行きますか。広報の周りさんかな。この真ん中通っちゃいますか。行幸通り、道路の向こうから混んでるのかな。この脇にある木はこれ一丁なんですよね。秋の頃に来るとイチョウが紅葉していい感じですよ。10月頃かな。うらやましい。
結婚したいな、結婚。結婚したいな。岩井さゆり、ドリームドリームドリームです。この間の人じゃないですね。この間の人はモデルさんかな。聞きますか。人の読みばっかり映してんじゃねえって怒られちゃう。ここを映すと歌を歌いたくなっちゃうな。ザ・ビンガーとか。のあっち現在すごい古いな、あのフェラーリ。お願いします。形式が古いスーパーカーですよ。考えてみりゃ僕ちゃんもザ・スーパーカー持ちたんだ。下げられたままのザ・スーパーカーもありますよ。慌てることはありません。まだ坂下門開門まで時間は十分あります。慌てることなく前の方に続いてゆっくりとお進みください。歩行者用信号が点滅した際、無理で横断はおやめください。次の歩行者用信号が青になるまでお待ちください。まだ坂下門開門まで時間は十分あります。慌てることなく警察官の整備誘導に皆さんのご協力をお願いします。歩行者用信号が変わります。次の歩行者用信号が変わるまでお待ちください。今日、伊豆通り一般公開に参加される皆さんにお知らせします。坂下門から誘導しますと後戻りすることができません。この先、お手洗いの数も限られてきます。お手洗いなどは早めに済ませておくようにお願いします。今日は大勢の方が混雑することが予想されます。お連れの方と外れないよう十分ご注意ください。皆さんにお知らせします。皆さんの後ろからも大勢の方が続いてきます。後ろ側の歩道はできるだけ広く開けておくようにお願いします。
歩行者用信号が青になってから横断してください。現在警察官が整理誘導を行っています。皇居乾通り一般公開高下門の開門時間は午前10時となっています。まだ開門まで時間は十分あります。慌てることなく警察官の整理誘導にご協力をお願いします。